皆さんこんにちは、しょりみチャンネルの志保です。はい、ということで今回はですね、お年玉で5000円分好きなものを買ってきたので、そちらを紹介していきたいと思います。でですね、今回行ってきたお店はドンキです。ドンキ、メガドンキホーテ、そう、メガドンキホーテです。でですね、なぜドンキに行ったのかというと、そちらはね、もう購入品紹介を見たら分かると思うんですが、はい、分かると思います。なので多分なのでね、はい、もう早速紹介していきましょう。はい、でね、今回3点買ったんですよ。はい、え、5000円で3点って思うじゃないですか。はい、ドンキっても安いイメージしかないから、はい、1個超高いの買ってしまったんですよ私まあこれ目当て、このね、あの買ってきたの全部目当てだったんで、はい、そうだよね、うん、ドンピシャでもドンピシャで買いたいって言ってきたものを本当に見事に3点買いましたね、はい、でちょうど5000円ぐらいだしね、はい、はい、じゃあちょっとねカメラ引きたいと思います。はい、もうバレちゃうよ。それ見せるよ、いくよ、2-1 じゃあなんでテーブル持ち上げねえのもう3人がね映りたがり屋なので、3人なのねということで、はい、こんな感じですね。こんな感じで3点でございます。はい、まずね1つ目がね、はい、こちらのジャージでございます。はい、ジャージ、フィラです。おー、フィラで黒じゃないね。黒じゃないんです、なんかね、うん、緑っぽいんですよね。グレーっぽい、独特、うん、独特だね、うん、独特な色が可愛いなと思って。あ、黒とかよりこういう色の方がいいじゃん、いいじゃん可愛いと思って買いました、はい、でジャージが欲しかったんです私、ね、ずっとジャージが欲しい、ジャージが欲しいって言ったわけですよ私は。ね、やっと念願にね、うん、ジャージが買えました、念願の。はい、いや嬉しいです。なんでジャージが欲しいの。で本当かね、走ろうと思いますこれから。ジャージがないと走れないとか言うんですよ、おかしくないですかそれ。じゃあジャージがないとあの気分が乗らない、気分が乗らない、一緒じゃん。気分乗るんですかそれ着たら。乗ります、多分。じゃあ今から走るぞみたいな。ちょっと着てみてください。今ちょっとなんでよ、だって今夜だからさ、着てもさ、うん、その走りに行くぞの気持ちが無駄になっちゃう。試しに来てみたら走りに行きたくなる気持ちになるから、うん、気持ちが無駄になるよ、だって今もう暗いからさ、うん、ちなみにいくらでしたか。こちらはですね3490円ね。はい、3490円。いつも一桁間違えちゃうよね最近ねよくない？よくない？いいんじゃない？いいよね。超いいんだけど。それは閉めるのかな？そこ。おお。ちょっとこれ、まあ、ジャージだね。いいよくない？え、これいいの？うん、どう？よくない？いいですか？うん、いい感じ、うん。もう走る気になる。なる。どうしてももうジャージが欲しくて欲しくてね、うん、明日から走りに行く頑張ってください。頑張ります。もう私ね、もう年中無休ダイエットですからダイエットしてるんで。毎日言ってるよね。うん、痩せたいとは言うんですけど食べちゃうんですよね私は。ね、食べるからね。そうなんです、うん、はい、じゃあ次行きましょう。はい、次はですねこちらの、はい、フィーノっていう美容液ヘアマスクっていう、あの、そうだね、あのヘアマスクです髪の毛のパックみたいな。そうなの、なんかねこれをね、うん、超髪にいいらしくて。へえ、そう、なんか調べたんでしょ。はい、ね、好きだもんね、ヘア。ほんとこういうの好きだよ私、ね、大好きだよね。ヘアオイルとかもめっちゃ大好きだよね常になんか塗ってるし。そうなの、これね、あのドンキでね安いってね、はい、あの聞いたというかネット情報で、うん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 、買ってきました。やっと買いました、ね、やっと買いましたね。
いや楽しみですね、使うのこれ。はい、ということでラストですね。ラストはね、このこちらのお米のマスク、これも超いいって聞いて、聞いたというか、まあ、ネット情報なんですけどね。ベス、そう、あのベスコスのやつだもんね。第1位、これいいの、いいって聞いたので、できました。絶対いいよね。ね、これは良さそうですよね。ね、なんかどこ行っても見る気がして、もちもちになってね、ママも1枚なら貸してあげる。貸してくれんの、返すの。え、返すの。返すってこと。じゃあ1枚だけあげるけど、どうする。いいです、有料だけど。有料だけど。はい、ということでね、こちらの以上3点でした。はい、もう本当お目当てのものが買えてよかったです、ハッピーですか。ハッピーですもん。買い物してる時ルンルンでした。本当マジで。ドンキ行きたいって珍しいよね。ドンキに行こうって言ってさ、明日ドンキねって言ってさ、そんなにドンキ行きたいのみたいな。でリミがさ、ゲームしてたお友達はさ、でね、もう出かけるからゲームやめるねみたいな、でママどこ行くんだっけとか言って、ドンキって、ドンキ友達にとか言って言われてらしくて、ドンキだよドンキめっちゃ言ってました。そうなんだ、行ってらっしゃいみたいな。ドンキなんだね。ドンキ行くんだみたいな。はい、ということで、はい、今日はね、本当にドンキに行ってまいりましたね。ドンキしか行ってません。ね、ドンキとあとまあちょこっとご飯は食べてきたけど。あ、美味しかった。美味しかった。はい。はい。ということで、以上私のお年玉で5000円分買ったものでした。はい。今日本語合ってた。多分。オッケー。オッケー。ということで、それでは、バイバーイ。